どんな時もレシピ。もしもの時に役立てるには、一度お家で作ってみることをお勧めします。このチャンネルでは、いつももしもも簡単に美味しく作れるレシピをご紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。